西暦125年、ハドリアヌス帝の統治下の帝政ローマ。第二軍団トライアナは125年から4世紀まで、駐在し続けた。第二軍団トライアナフォルティスは、ローマ軍団の一つ。西暦105年に、トライアノスによって、第三十軍団ウルピア・ウィクトリクスと共に編成され、ダキア戦争に参加。その後続襲、アイニュプトゥスに5世紀半ばまで駐在し続けたことが、 記録として残されている。軍団の紋章は、半身、ヘラクレス。115年、トラヤノスはパルティアに対する、戦いのため大軍を動員、軍団はその帰下に入る。117年には、ユダヤ族衆に赴任、鎮圧されたばかりの反乱が再発しないように備えを、した。125年に初めて、アエニュプトゥスへ赴任。 アレクサンドリア近郊のニコポリスを拠点に第22軍団と共に駐在する。新たな駐在地に腰をつけたものの、再びユダヤ族衆で反乱が勃発。131年から136年にかけて同地への不任に赴く。ニコポリスに駐在する間にエジプト南方でローマに対する反乱が勃発。アレクサンドリアは数ヶ月間反乱軍に、 好意されてしまう。薬病や飢餓の恐れが都市に蔓延していたが、軍団にまでは動揺は走らなかった。そして、アビディウス・カッシュースがローマに反乱、シリアに軍を進軍。ようやくこの地を守る、第2軍団トライアナと、第22軍団デオタリアナが助けられた。この時に、ローマの国葬地帯の防御を果敢に務め上げたという。 功績に対して、第二軍団トライアナには、ホルティスの称号を送られることになる。当時の情勢ではカッシウスは、東部領域の実質的な支配者、対する皇帝マルクス・アウレリウスは、マルコマン二族の戦いで、手いっぱいな状態であった。皇帝が亡くなったと思い込み、アウレリウスの奥方の賛同を得てカッシウスは、反乱を起こしたのだが、皇帝はまだ生きていた。その情勢から、 他ならぬ、アウレリウス本人が、この反乱討伐のためドナウ川の軍団を率いてくる、ことを知ると、カッシュースは、自軍の兵士によって殺害され、首はアウレリウスに送られた。それに対してアウレリウスはただ軍団をパルティアへの、警戒に適した区域に配属させた。第二軍団トライアナフォルティスの経歴から、ローマ軍団が持っていた政治的な動きの一例が、見えてくる。 5皇帝の年の最中、194年に、属州シリアの総督ペスケンニュース逃げるが放棄、第二軍団を含む他軍団から支持を得た。この時点で、第二軍団の敵は、セプティミウス・セウェルスであったが、最後の合戦の数日前に、軍団は気色を変えて、セウェルスに忠誠を誓うようになる。これがペスケンニュースの決定的な敗北につながった。 三世紀になると、カラカラの式で、ゲルマン族に対する戦役に参加。これに対して軍団は、ゲルマニカのコグノオメも授けられた。ノキテ,ティア・ディグニターテムによると五世紀に、第二軍団は、エジプト南方のアポロポリス・マグナ移転。その後は、コメスリミティス・アエギュプティの帰化で複数のウェクシ・ラティオと共に駐在していることがわかっている。ありがとうございます。